中日の立浪和義監督54が31日、金髪に染めた中田翔内野手34について言及し、かっこよくて似合っているからいいんじゃないと容認した監督就任の1年目は、長髪、茶髪、悲劇指令を出したが、まさかの特例となった。 13年の WBC では打撃コーチと選手という間柄だっただけに信頼関係は強い。キャンプ期間中の食事会も計画中で、自分は長く野球をやらせてもらっている。いろんな話をしていけたらと指揮官、豊富な経験から得た知識を惜しみなく伝えていく考えだ。中田はこの日、沖縄。 チャタンのホテルで行われた全体ミーティングに参加。天野には柳や枠依らと会食し、みんな勝ちたいって口に出してたし、僕も勝ちたい気持ちになった、と思いを強くした。日本ハム時代に3度のリーグ優勝と1度の日本一を経験。こればっかりは言って教えられるものじゃない。中日の選手も、経験して、自分の肌で感じるのが一番。 新たな仲間と共に喜びを分かち合うため、気持ち新たにキャンプ初日を迎える。折た地霊。